はい、こんにちは。はい、というわけで CM 明けで、さっき言ったように、V1 を求める、デルタ T 秒後の今度は速度を求めるというわけです。で、どうするかというと、やることはさっきと実は同じような流れで、今度は加速度について考えるわけですね。加速度について考えると、加速度っていうのは、何だったかというと速度の時間変化率だったわけですね、今度は。なのでということはさっきと全く同じ流れで、この今現在の加速度をとりあえず A0 と書きましょう。 A0、まあ、これは今まで定義してなかったけれども、あの R0 とか V0 を定義したノリで分かると思います。T=0 の時に、T0 の時に A0 で T1、T2 と行くごとに A1、A2 と行くということで、今現在の加速度を A0 とすると、どうなるかというと、速度の変化量、つまりちょっとだけ後のデルタ T 秒後の V1 から今の、V0 を引いてデルタ T で割ってやれば、大体これが、A0 になるということが分かると思います。なので、これもさっきと同じようにこの V1 が今知りたいので、この V1 についてこの式を解いてやるとこうなりますよね。V1 イコール V0 プラス A0 のデルタ T ということで、これを10の3式とします。で、ところでこの A0 っていうのが、さっきはどっちももともと知ってるような量だったんだけれども、今度はここに A0 っていうちょっと見慣れない量が入ってきてしまったわけですが、これは実は分かります。どうやって分かるかというと、さっきの運動方程式10の1式です。これを見てやると、その加速度と、R と V の関係式だったと思いますが、その、右辺のところに今現在の、速度と、ちょっと10の1式をノートでめくって見返して見比べながら、聞いてほしいんですが、その右辺の中に入ってる R とか V を今現在の、1速度、つまり R0 と V0 に置き換えるわけです。置き換えてやると、そうするとその左辺の加速度は今現在の加速度、つまりこの知りたい A0 になりますよね。なのでこういうふうに置き換えてやった式を使って、それを今の10の3式に代入してやれば、これがこう書けるわけです。 V1 イコール V0 プラス M 分のデルタ T の F の R0V0 と、こういう式になると思います。ちょっと計算してみてください。なのでこういうふうな式で書けると、これで右辺は知ってる量ばっかりになりました。ここに入っているのは V0 だし、あと質量も知ってるし、R0V0 は知ってるから、これで、この知りたかった V1 が、知ってる R1V1 だけで書けたということになります。いいですかね。で、というわけでまとめてやると、R0 と V0、もともと知ってた量ですね、こいつらから、今出してきた10の2式、これは前の動画ですね、と今のこの10の4式を、式番言い忘れましたけど、これが10の4ですね。で、によって、R1 と V1 ということで、デルタ T 秒後、わずかなちょっとだけ後の位置と速度がこれで分かるということになります。で、その後はどうすればいいかというと、今やったのと全く同じことをどんどん繰り返していけばいいわけです。今 R0V0 から R1V1 が分かったから、同じことをやれば R1V1 から今度はそのデルタ T 秒後の R2V2 が分かります。で、これをまた使ってやれば、そのちょっと後の R3V3 が分かって、あとはもうずっと同じで、これが次々と芋づる式に分かっていく。なので結局、どういうことになったかというと、初めに言ったように、この元々知っている今現在の R0V0 と、それから力の式ですね、力が F の RV っていう位置と速度の関数として書けるこの式、この2つさえ分かれば、ここから原理的に未来の運動、つまり未来の位置とか速度が全部、予言できてしまうということになるわけです。いいですかね。これが、大体、この
今現在のこれが分かれば未来の運動が分かることの簡易的な証明だったわけですが、最初に言った通りこれはちょっとあの厳密さを書いています。ちょっとどころじゃないけれども、だいぶあの数学的には結構いい加減な議論だったんですが、それについてちょっとコメントをしておきます最後に。じゃあ数学的に厳密な証明が知りたいという人はどうすればいいかというと、一応そういう人もいるかもしれないので、そういう人のためにちょっとあのここではやらないけれどもあのコメントをしておくと、厳密な議論のためには、これには、数学の微分方程式、これは、高校では習わない、多分あの理系の人なら大学で必ず習います。文系だと習わないかもしれないんですが、微分方程式、あの経済の人とかだと習うのかな、というのを学ぶ必要があります。ということをちょっと、コメントしておくんですが、この微分方程式っていうのは何ぞやっていうのをちょっとあの軽くこれもあのイントロ的に、紹介しておくと、微分方程式っていうのは、気分的に気分としてどういうものなのかっていうのをどういうものかっていうと、これはあの微分っていう言葉が入ってる通りちょっと微積分の知識が必要なので、ちょっとそこは、勘弁してほしいんですが、ちょっと微分の知識を使いますと、今まであの速度とか加速度をあの V とか A とか書いてきましたよね。そういうのを数学的に微分を使って書くということをします。微分を使って書くと、多分あの微分を習っている人は、おそらくこれも知っているということをちょっと、知識として仮定させてもらいますが、速度、まず物体の速度を、まあ、時間の関数として vt と書くと、これは、位置座標 r を、時間 t で微分したものになります。これはあのちょっと知ってるものとさせてください、申し訳ないけど。で、同じように加速度をあの時間の関数 at と書くと、これは、同じように速度を vt を、時間 t で微分したものということで、さらに言うならばこの式を使って、要するに位置座標 r を2回 t で微分したものですよ。d t でしょ。こういうふうに書けますね。で、これらの式を使って、先ほどの運動方程式をちょっと書き直してやりましょう。だから、先ほどの運動方程式10の1式ですね。さっきの10の1式はどうなるかっていうと、これはこうなります。どこだ。すみません。この1乗 r t の1乗の2乗。これが加速度ですね。加速度 a が、これ力の式 f の中身が 1rt と、速度、つまり drt の dt と。よいしょ。というふうに書けます。いいですかね。で、これを10の公式としようかな。10の公式とします。で、こういうふうに書ける。
ですが、こういうのをで、こういう今書いた10の5式みたいな式のことを、微分方程式と数学では言います。こういうのをこういうのを数学では次には黄色で書きましょうか。微分方程式というふうに言います。という微分方程式っていうふうに方程式ってついてるんだけれども、どの辺が方程式かっていうのをもう一度これ見てもらうと、これ式の構成を見てやると、こういう m とかなんかそういう定数を除いてやれば、全部この関数 t の関数 rt の式になってて、まあ rt をそのものかなんか1回か2回微分したやつだけで構成される関係式になってます。で、これを実は数学的な考察から、このような式から、この t の関数としての rt、 こいつを求めることができるというふうな、つまりこの rt とその微分の関係式からこいつを求めなさいよという問題になっているわけです。これはちょうど、これ皆さんが、最初に方程式というものを習った時のことを思い出してもらうと、例えばなんか 2x2 乗プラス 3x プラス5イコールなんか適当ななんかこういうのから x を求めなさい、こういうふうなのと同じ構造になっているわけですね。この未知数に関する関係式からその未知数を求めなさい。ただしこの場合はその未知数がただの数じゃなくて t の関数 rt になっているというわけです。で、なので、そういう構造になっているのでこういうのを微分方程式というふうに、呼ぶんですが、で、そうすると今の話、今の、現在の位置速度から未来の運動が分かるっていう話は、この数学的な話に翻訳するとどう対応がつくかというと、今の話は微分方程式の難しい単語が、の羅列になってしまうんですが、の解っていうのは、その解いた結果のことなので、つまりこの RT ですね、これを解いて分かった RT のことを解とか言うんですが、解の、存在、解の存在と一位性、ちょっとだいぶ難しい言葉が、出てきましたが、一位性という、数学の定理、そういうふうな数学の定理がありまして、というのは、理系の人だったら大学で、習うと思いますが、定理に対応している、で、この解の存在っていうのは、そのままでそういう答えがあるのかっていう、ちゃんとこういう RT なるものがちゃんとここから分かってくる、あるんだろうなっていう、そういう存在で、一位性っていうのは何かというと、たった一つしかないっていうことです。つまり、今現在の1と、
速度という初期条件を、これに与えると、この RT がもうたった一つの関数に定まると、なんかいくつも答えが出てきたりしないということで、つまり物理でも、一番最初の位置とか速度をなんかちゃんと決めて投げたのに、なんかその時 の気まぐれでなんかいろんな方向に飛んだりはしないという物理的な状況に位置しているわけです。で、はい、そういうふうな数学的な定理に対応しているので、厳密な議論が知りたい人はこの辺の、ことを学んでくださいというわけです。ということで、今回の予言ができることっていう、話を終わって、次の動画で最初に述べたこの今の議論からどういう哲学的な意味を持っているのかっていう、そういう話に入ろうと思います。というわけで、また次も見てくださいねと。